YouTube でドローインプランクを紹介している動画を見ました。動画ではお腹を引き締める効果があると言っていましたが、これをすればぽっこりお腹は引っ込みますか？引っ込まないです。どうも、カタルガクトです。ダイエットを始めるきっかけってやっぱり体型の変化を感じたからだと思います。鏡を見て、あれなんか太ったかもっていう風に思ったからダイエットを始めるわけです。その体型の変化を感じやすいのが下っ腹、鏡を見てもそうだし、自分で下を見てお腹がぽっこりしていると、あ、ちょっと太っちゃったかもっていう風に反省して、慌てて食事を気をつけたり運動を始めるっていう人が多いんじゃないでしょうか。で、そのぽっこりお腹を引き締める方法として一般的なのがプランクっていう運動。地面に両肘とつま先をついて体を地面に水平でキープする運動法です。主にお腹を刺激するので、これで腹筋を鍛えてぽっこりお腹を引き締めようっていう風に紹介している動画をよく見かけます。実際今回こんなコメントいただきまして、 YouTube でドローインプランクを紹介している動画を見ました。動画ではお腹を引き締める効果があると言っていましたが、これをすればぽっこりお腹は引っ込みますか？ドローインプランクってのは普通のプランクに加えて、息をふーっと吐き切ってお腹をギュッと縮めて、よりお腹の収縮感、縮める感覚を意識するプランクのことです。でも結論から言うと、プランクをやっても下っ腹は引っ込まないです。実際に腹筋運動してもお腹の脂肪はなくなりませんでしたって研究もありますし、他の研究を見ても今のところ部分痩せって難しいされてるんですよ。だからお腹の脂肪を落としたいから腹筋運動をやるっていうのは不適切で、僕も実際に YouTube でプランクの動画を検索して、でダイエット系の YouTuber がお腹の筋肉をギューッと雑巾を絞るように力を入れればダイエット効果がありますっていう風に紹介してるんですけど、いいこと教えてあげましょう。人間は雑巾じゃないぞ。別に人間は雑巾みたいにぐーっと筋肉に力を入れれば、その周りにある脂肪が滴り落ちるわけじゃないんですよ。使った筋肉が温かくなってるから脂肪燃焼した気がするっていうのも気のせいです。筋肉を使うこと、脂肪を燃焼することは関係ないです。じゃあ下っ腹を引っ込めるために何をすればいいのか。普通のダイエットです。今食べてる自分の食事内容を見直してカロリーを抑えましょう。ただカロリー制限だけで体重を落とすと体脂肪が落ちづらいので、全身の筋トレを組み合わせましょう。その全身の筋トレの一環としてプランクをやるならまだわかる。ただプランクだけやるのは意味不明です。ジムに行ってダンベルとかバーベルを使って適切な負荷をかけた全身の筋トレをしましょう。まあ僕が見た限りですけど、 YouTube でプランクをお腹を引き締める運動として紹介している人は、そのチャンネルの他の動画を見ても、あ、効果がない方法ばかり紹介してるなって感じなので、多分ダイエットの基礎知識がないんだと思います。繰り返しになりますけど、ダイエットでまず大事なのは食事、カロリーを抑え、タンパク質をしっかりと、そして筋トレは全身の筋トレをやりましょう。それやれば普通に下っ腹も引っ込むと思います。逆にプランクだけでお腹引っ込ませるのは厳しいと思います。 YouTube で紹介されたプランク運動を参考にして、何ヶ月もトレーニングをしてから後悔する前に、今のうちにベーシックなダイエットから始めることをお勧めします。